でまあ去年は僕はね、でまあ参加チームね、参加チーム紹介しましょう。そう、出場チーム紹介だわ。じゃあまず V6 プラスファブゲーミング、サコトキドボンちゃん取り飯、昨年ストリートファイターリーグプロ JP2021 優勝、去年の優勝チームです。もうこれは巨人軍って感じですね。ここは本当に去年も優勝したし、もう今年も優勝候補の一角間違いないっていう感じですね。流星がまあ今療養中で、まあお休みなんですが、その流星の代わりにまあ鳥飯さんというむちゃくちゃ強いダルシム使いの選手を入れて、流星の抜けた穴が全然ないんじゃないかなぐらいの存在感を出してますね。今年ももうここはやっぱね、すごい強いチームですね。ここは本当に強い、すごい強いチームです。グッドエイトスクワット、SFL2021 から所属選手であるガチ君川のプリエラに加え、ドラフトにてドグラを獲得。コンセプトであった若手中堅層にスパイスとなる選手の加入により、昨年以上にクオリティの高い試合をお届けします。スパイス？カレー臭ってこと？俺が35やからか。はい、というわけで今年は僕はこのグッドエイドスクワットに所属しております。はい、まあここも優勝候補ですね。はい、めちゃくちゃ強いチームです。さっきのファブと比べて遜色ないぐらい強いチームなんじゃないかなと思います。はい、はい、次、最終カンソール熊本、2021年夏 e スポーツを通して熊本にとってなくてはならない存在でありたいという思いから、最終カンシステム株式会社を運営母体として最終カンソール熊本は誕生しました。チーム名にあるソルにはラテン語で太陽の意味があり、火の国熊本でも特に盛んな農業に必要不可欠な太陽のような存在になりたいという思いが込められています。最終カングループの e スポーツチームとして e スポーツシーンを盛り上げてまいります、ということで、はい、ここはね、ネモさんとシュートは変わらず、今回ね、シノビズムから移籍した樋口を新たに加え、そしてドラフトからも持ちさんを獲得してっていう、すごいバランスいいチームかなと思います。はい、ネモさんが基本的にリーダーだと思うんですけど、まあ持ちさんのね、何やろ、年季もありで、樋口シュートの若さ実力もありっていうので、かなりここもいいチームだなと僕は思います。はい、ここは本当に熊本の、まあ、もう最瞬間ソウル熊本っていうチーム名からして熊本由来のチームなんで、単純にあれですね、熊本の人はじゃあもうここ応援しようとかでも全然いいかなと思います。わかりやすい。次、コーミューファデトネーション、今年10周年を迎えたデトネーション、10年前から今、そしてこれから先も私たちの夢は世界の舞台で勝利を獲得すること。世界でも随一のレベルを誇る日本の SF リーグを勝ち抜くために、板橋ザンギエフ、ナウマン、竹内ジョンは着実な進化を遂げています。今年のドラフトで獲得したウリョも唯一のローズ使いとして強みを発揮してくれることでしょう。私たちにとっての節目となる今年こそ優勝を成し遂げます、ということで、まあここはね、もうデトネーションといえば、まあ e スポーツ界隈かじってる人なら絶対知ってるプロチームなんじゃないかなと思います。老舗ですね、デトネーション。本当に今年はまあ、イタザンさん、ナウマン、ジョン、まあ、このデトネーション3人に加え、なんと前作ストリートファイター4の超トッププレイヤーであるウリョ君を加えという、ここはね、どうなるか分かんないです。ここはキャラがね、すごい強いんですよ、このチーム。イタザンさん G、 ナウマン、ルーク、ジョン、コーディなんですよ。でウリョ君がそう、リーグで唯一のローズなんですよ。なんでね、ここはね、結構どうなるか読めないっすね。ウリョ君がかなりのダークホースであることは間違いないです。みんなすごいローズ警戒してますからね、リーグの選手マジで。で次、シノビズムゲーミング、2018年より同じチームでプロ活動を続けるメンバー4名での参加となります。熟年組の桃地、藤村、若手組の山口、ジョニーで老快かつフレッシュに戦います。ストリートファイターに対する真摯な姿勢と胸の奥にある熱い思い、長年培ってきた信頼と互いの絆でチーム一丸となり、勝利を目指し突き進んでまいります、とのことです。まあ桃地、藤村、この2人はもうまあ別に言わずもがなっていう感じですよね。で桃地さんがコーディ、藤村がルークっていうので、まあここもね、キャラもプレイヤーもバランスいいなと思います。でただ、樋口が抜けたんで、樋口が抜けて新しく入ってきたのが、まあ、山とジョニーっていう感じですね。で山は多分このリーグでも最年少の選手じゃないかな。山まだ19って言ってたから、確か前レッドブルの時。
なんで、リーグ中最年少の選手もいるということで、まあ忍びも忍びでもう毎年いい位置につけてくるなっていう感じがあるんで、安定のチームっていう感じですね、忍びは。個人的にまあ樋口が抜けたのがどうなるかなぐらいの、うん、個人的には僕、うん、ジョニーには結構注目してます。ジョニーがどこまでやるかなっていうのは結構ね みたいです。で魚群な会場、会場多いぞ、なんかチーム紹介、勝利も敗北も覚悟も熱狂も全てを巻き込み、俺たちは群れとなる。所属選手同士が切磋琢磨しながら強くなり、より魅力的なゲームプレイができる存在に成長していくことでファンを熱狂させていく唯一無二のチームを目指しています。チーム戦である SFL はまさに魚群のコンセプトを体現するいい機会です。我々の群れの泳ぎにご期待ください。なるほどね。魚群はね、去年と比べて唯一チームメンバーが変化してないです。一人も。他のチームは少なからず一人は、変わったりとかはしてるんですけど、魚群はもう前回と全く一緒の4人で、参加してます。だからチーム戦の感覚とかは、まあ、いちいち言わなくても多分共有してる部分は多いんじゃないかなと思いますね。あとは魚群に関してはやっぱあの村がある選手が多いなっていうイメージです。僕は孫さんもマチャボーもモケも僕は結構村があるプレイヤーだなって思ってるから、まあ、爆発力なら魚群って感じじゃないですか。上村の時の強さがすごいっていうプレイヤーが多いから、魚群はやっぱりね爆発力で、水葉は結構安定感あるイメージあるんですけど、じゃここはねなかなか魚群の試合はマジで僕は面白いと思います。見たいなって思う。ここも結構みんなキャラ変わってますね。孫さんもキャラ変わって、マチャボーも変わって、で水葉も変わって、もけ、あもう全員変わってるわキャラ。ここ全員キャラ変わってます。魚群キャラも変わってどうなるかという爆発力期待。次、名古屋王者ボディスターミルダム、名古屋を元気に日本を元気に優しい社会にを理念に掲げる名古屋発のプロスポーツクラブ、尾張三河の王ジャパンの J、 アジアの A で王者です。 OJA です。名古屋は e スポーツの正式種目化が期待されるアジア競技大会2026年愛知名古屋の開催地、アジアの e スポーツの中心地になります。中部を代表する企業であるおやつカンパニー様、山盛様とともに e スポーツで地域を盛り上げますとのことです。はい、ここは去年僕が参加してたチームですね。なんと梅原フードという、もうなんだお前らっていう最強クラスの傭兵が2人雇われ、そして、鬼木の代わりに成君が加入し、去年とは全然違うチームになりました。はい、でここもうねめちゃくちゃ強いチームだと思いますよ僕は。っていうぐらいやっぱりまあ梅原フードの存在感がすごいっすね。でまあ去年一緒にやったから分かるんですけど、もう明さんももう誰よりも一生懸命やるやつやし、であとはその成君がやっぱりね最近結構みんな、いや成君強いよって言ってきてるんで、ちょ成君もねちょっとダークホース感がかなり出てます。はい、ここもね順当にいけば強いチーム、名古屋王者ボディスタミルダム。まあ成君の試合気になりますね、この男成田の試合が気になる。名古屋王者ボディスタミルダムも当然名古屋由来のチームです。はい、地域を背負ってあります。さあそして8チーム目、広島チーム戦。広島チーム戦は、瀬戸内を代表する e スポーツチームで、広島出身者含むメンバーで構成されています。見て楽しい試合を展開することで皆様の心が豊かになるように、そして地域振興の役に立てるように尽力いたします。少し先の未来、ファミコン世代が年齢を重ねてシニアになった時、ゲームを観戦しながら余生を過ごすような世の中がきっと来ます。そうなった時に我々が地域の皆様から愛されるチームになれていたら嬉しいです。ぜひ応援のほどよろしくお願いします。はい、というわけで広島チーム戦、今年初参戦のチームです。戦、もともとね戦に所属してた久保、ガンファイト、稲葉、ここの3人に加えて、実は広島出身のクラッシャーさんを加えて4人。ここはねいい意味でも悪い意味でも他のチーム全チームが戦に注目してると思う。今年初参戦のチーム でしかも結構みんな使うキャラ癖あるんですよ。
だから、プレイヤーごとのダークホースは、まあ、ちょこちょこ言ったんですけど、もうここはチーム全体がダークホースと言っても過言ではないぐらいの、どういう試合になるんだろうなっていう気持ちがありますね、僕は。うん。僕も当然注目してますし、僕以外のチームも、戦にはかなり注目してると思います。まあ、当然、広島チーム戦って書いてますんで、もう広島由来のチームなんで、ここも。はい。この8チームが、出場しますということですね。で、日程が、日程も全部出てます。はい。1日2試合ですね。1日2組合わせです。どことどこがやって、どことどこがやってっていうのがもう最後まで出てますんで、こことここが当たるのは見逃せねえなみたいなのはもう事前に公式サイトに載っておりますんで、チェックしていただければなと思います。で、先日開幕戦のワンオンワントーナメントが行われました。はい。これ実は上位入賞者にリーグポイントが付与されたんですね。32人いるんですけど、全プレイヤーその32人でシングルエリミネーショントーナメントをやりまして、上位入賞者に、まあ、リーグポイント付与ということで、なんと我々グッパチはすで、に20ポイント持った状態からリーグを始めることが可能です。名古屋王者ボディスタミルダムとグッドエイトスクワット、この2チームが20ポイントずつ取っています。私は5ポイント稼ぎました。はい。なんで他のチームに比べて一歩リードしてます。我々今夜の注目キャラ教えて、ルーク以外で注目キャラ、コーディー、いやでもそれはちょっと答えになってないから、ダルシムは結構こう勝つんじゃねえのかなと思いますね。あ、ファルケも結構注目キャラです。個人的には確かにその2キャラは結構注目キャラです。理由として、まあルークとコーディがやっぱり強い、まあ、存在感がかなりあると言われてまして、でルーク、コーディだけで多分リーグのワンチャン半分ぐらい占めるんじゃないかな。まあ、それに対してやっぱダルシムとファルケってその2キャラに対して結構いけると聞いてますんで、そうやっぱりダルシムとファルケは結構ね、存在感出てくるっていうか注目せざるを得ないですね。ですかね。うん、その2キャラは僕は結構注目してます。はい。アレク、クボガンファイト、ドグラ、あと川野も数えたら4人ですね、アレク。というわけで、これを見れば格ゲー分かんなくてもストリートファイターリーグ楽しく見れますよ。どうかよっしゃ、グッパチ応援して、グッパチ応援してください。お願いします。